最近ですかね、オープンしはったの。今年の3月1日にオープンしてちょっと焼き上がりまでお時間いただくんで、先にこちらをお出しします。はい、ありがとうございます。これでも絶対カラオケ屋の方行けないですね。そうなんです、古いさめちゃめちゃめちゃ古い。どうこんなバズったらどうなの。配給制なんですね。あ、そうです。はい、すいません。生ビールとペンチャーのやつジャーマーで800円です。はい。YouTuber さんとは別ですか？あ、YouTuber なんです。バーなんです。はい。すいません。ステッカーがやるの？売ってないんですよ。まだ新しいですか？新しい綺麗ですよね、すごくね。あ、僕ですか？やり始めたばっかり。あ、まあ、まあないです。はい。そうなんですか？これも大体はい、すいません。初めの人もステッカー貼ってある人ですけど、初めは、いや、まだステッカーもないので、名前も決められてないんですよ。その状態じゃないですか。そんな感じです。名前も名刺とかも何にもなくて。ステッカーあるやったらね、彼女さんとか言ったから、こんなことなんだよ。
すいません、外見をお伝えしてました。ありがとうございます。ウロンちゃん、あ、いいよ。ウロンちゃん、一応ありました。ケンちゃん焼きはお好み焼きみたいなものなんですか。そうですね、ありがとうございます。山芋を使ってるんで、まあ、はい、ちょっとふわふわとしてる方かなと。ありがとうございます。あ、ふわふわってね。ゆうちゃんって書いてある。ゆうちゃんとかも多いと思うよ。ゆうちゃんって言ってゆうちゃん、うん、確かこれとかな、簡単な